はい、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、前回ここのボルトね、追加した回見ていただけたでしょうか。あの後ですね、いろいろ走ってみて感動しました。いかに今まで揺れてたのかね、分かりまして、ステアリングもかなり静かになって、こうビリビリっていうのがなくなったんですね。やっぱりこういった造物がね、揺れるとエンジン全体の振動に影響を与えるっていうことがよく分かりましたので、まあいろいろね、エアクリーナーとかいろいろつけていく中で、そういった固定っていうのはすごく大事だなと改めて思いました。今日はですね、エアコンのオイルを追加するということと、エアコンのガスの状態をチェックするという回ですので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、具体的にどうやって注入していくか、こちらね、これはですね、まあ、僕はこういったものを今回購入しました。今まではちょっと枯れてたんですけど、注入だけだったらこの低圧側でメーターゲージがあれば十分できます。でこれはここをね、カプラーに挿すんですけど、これは134タイプということで、このシリーズ3のタイプだけですね、使えるのは。今のシリーズ4フェイスリフトのタイプは1234ですので、これは使えません。失敗しやすいポイントっていうのをちょっと先にお伝えしますね。失敗しやすいのは、こういった場合ここにバルブがついてないんですね。ここにしかバルブついてないです。ですのでこのバルブは開閉プラスこの缶に穴を開けるっていう両方やってるので、閉じてる、これ前閉で閉じてるとここ刺しても抜けないんですけど、これね、閉じてたら当然ここに穴、針が出てきてて、この穴刺しちゃうので、この状態で缶を刺していくと、もう当然缶に穴が開いちゃいます、ね、ですので缶を入れたい時にこう開けときたいですね、針を引っ込める。でこの状態で入れるんですけど、この状態で刺していく時にもうエンジンにこれ刺さっちゃってると、これを開けた瞬間こっちからガスが漏れちゃいますんで、なのでこの刺した状態でこれで開閉するっていうのはあんまりやらない方が安全かもしれない。まあ、当然これ閉じておいて刺せば、ここのメーターで今の状態、エンジンチェックは、エンジンかければチェックできるっていう使い方もあるんですけど、その時にここ開けちゃうとね、バーって出ちゃいますし、まあ、そこはね、気をつけないといけないポイントです。よくミスる人はそこが多分ミスるんじゃないかなと思います。ですのでどうやるのが楽かというと、これ全部開けといて針を引っ込めた状態でエンジンかける前にもうこのね、缶をこうくっつけておいて、この缶を全部前閉にしておいてね、この状態でこれを開けたままね、まだ穴を開けない状態、こうつなげると、つなげてからこの中のね、エアのパージをしてあげるために、これを一瞬ちょっとこう開けて中のエアを抜いてあげてやる。でそれから閉じてって穴を開けて、穴を開けるとこれで穴が開きます。全部閉じると穴が開くんですけど、この状態ではここまだ塞がってますから、今度そうするといつになっても入っていかないですからね。そしたら今度ゆっくり開けていきますね、こうやってね、こっちの状態見ながら。まあでもこれは容量のちっちゃいオイルだけなので、そんなに気を使わないですけど、自分で補充する場合ね、自分で補充する場合は、ゆっくり開けないといけないと。ただ問題はこういうんじゃなくて、エアコンの補充する場合は、冷却ガスの注入をする際は、このアバルトは輸入車独特で、その覗き窓がないんですね、ガスを見る状態なので。あれがないので、そのどのくらい入れていいかっていう、その状態が分かりにくい、ガス圧のみで見ることになっちゃうので、まあ、そうは言っても1本補充するぐらいで、もし低くて補充してみるんだったらやってみる価値はあると思うんですけど、まあ、もし緑とかね、こっちに下がっちゃってる場合はもう完全にどっかから漏れてるので、それは基本的には直さないと無理ですね。ですので、まあそこは気をつけないといけないです。でエンジンかける前はつなぐと多分パーンっていってるんですけど、エンジンかかると低圧に下がっていくので、こうやって、でその辺の状態を見たいと思います。間違えないポイントを整理すると、この状態でこれは開け閉めておくと、前閉でどういう状態かというと、こっちを刺すとここでメーター動くけど、ここからガスは出ません。その代わりこの状態でつないで缶を差し込んでいくと、ここに針があるので穴が開いてしまいます。ですので正しくするには、
これは開けた状態、まず全開に開けた状態、それが1ね。1、2番目としては缶を閉じると、3番目としてはエアコン側のキャップを取ると、刺す、次はエンジンをかけると。そうすると多分赤いところに行ってるのがだんだん下がってって、この辺で落ち着くと思います。前提で皆さん気をつけなきゃいけないのが、エアコンを注入する場合ですね、多分1時間30分、最低30分から1時間ぐらいドライブしてきた方がいいですね。まず前提、これエンジンが冷えた状態で朝一やろうと絶対思わない方がいいですよ。いろんな理由があるんですけど、30分間ぐらいドライブしてあっちっちにした方がいいです。その方が割とここの方が安定して見えます。このメモリも外の外気温によって変わってくるし、まあ、その辺もねあるんで、基本的には温めて熱い状態にして、暑いからつってエンジン冷えた状態でやろうなんて思わない方がいいです。まずそれが大前提。4番目はこう刺しますね、エンジンかけると。でエンジンかけてから、まあ、大体15分から30分間ぐらい安定させてから入れるっていうのがエアコンのガスの場合なんですけど、まあこちらの場合はそれほど待つ必要ないんじゃないかなと思いますが、まあ僕の場合15分ぐらいアイドリングをここでして、扇風機ここから当てながらね、ちょっと冷やしながらして、冷却、これを入れる前の温度を計測して何度だね、で外して入れてまた何度だねっていうのがプランですね。まあ基本的にそういう順番です。あともう一点ですね、注意ポイントっていうかチェックする際に、まあ、アイドリングでこうずっと見てるんですけど、本当は1500から2000回転ぐらいのエンジン回転を上げて、ここがどのぐらい変わるかっていうのを見た方がいいですね。ですので本来だったら2人いる方がベターです。はい、今エアコンのオイル入れる前、まあ、大体5分で 11.7 度ぐらいですね。ということでエアコン、まだワコーズのオイル入れる前が今5分6分ぐらいかな、 11.7 度ぐらいで止まりました。でこれを入れて温度が変わるとか冷えるスピードが変わるとか、まあ、振動が変わるとか、それを確認していきたいと思います。まずはつけますが、この低圧はここにあるので、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、エアクリーナーが標準のタイプはエアクリーナーを外さないとつかないですね。ここにキャップがあってですね、こういうキャップがついてますので、これを回して取ります。そしたらこれを差し込みます。よし、しっかりロックしたことを確認したら、まあ、ここの状態だと赤なのでエンジンかけて下がるかな。今度この中に溜まってるガス、エアですね、ガスの前にここまでガス来てるんですけど、エアがここに残っちゃってるので、このエアを注入しちゃうとまずいですから、これを抜くんですね。それをパージと呼びますが、パージのやり方はここを一回ちょっと緩めて戻す。これを開けていきます。そうするともうちょっと冷たくなってくるんですよ。だいたい1分ぐらいですかね。
同じ5分後ですね。今約1度ぐらい変わりましたね。まあこれでほぼ変わらないので、今おそらくこれが最高だと思います、この温度計ではね。はい、という感じで今終わったので外します。よいしょ。はい、という感じでですね、まあこちらワコーズの入れてみましたが、十分これで静かになるのと、あとは燃費アップ、あとは冷却性能の向上ということで、間違いなくね、まあ、1度ぐらい下がったので冷却性能も変わったと思いますし、あとは燃費の向上とか静粛性ですね。このタッチって言った時の全体の振動とか、タッチが働いた瞬間というのはね、静かになります。そこが、今回の狙い目でした。そんなわけで今日もご覧いただきありがとうございました。くれぐれもシリーズ4は入りませんのでお気をつけください。シリーズ3の方のみです。それではまた、バイバイ。